こんにちは。今日ちょっとご報告があります。大変おめでたいご報告です。このチリングアウトっていうチャンネルが今でちゃんと動き出して半年ぐらい経ってんやけど、もうついに初案件いただきました。セイジどう？セイジ来てんねんけどさ、おはようございます。おー、ちゃんと挨拶してる。もうついに案件取れるくらいまで来たで。おめでたいよね。まあ確かに弱小チャンネルにね、案件来てくれると思わなかったっすね。そうですよね。いや、俺もびっくりした。まあ今回何の案件かっていうところから言おうか。 C 社です。持ち運べる C 社ね、スティックタイプみたいなやつの PR 動画の案件が来ました。これすごない？まあ今回依頼してくれた企業様がトランスペクトさんっていうところなんやけど、たまたま俺のこの YouTube チャンネルを見つけて依頼してくれたってことやもんな。だから相当先見の明があると思う。自分で言いますそれ。だからいいところに目つけたなと思ってやるやんって。なんで上から見せる？まあ正直俺C 社ってさ、あんま経験なくって、多分人生で2回ぐらいなんやけどな。ちゃんとガチモンのポコポコ言わすやつ、セージある？吸ったこと？いや全くないっすね。ゼロ回？ゼロ回。タバコもないんやけど。タバコはまあチャレンジしたことありますけど、むせて終わりましたね。喉赤ちゃんやから。それ言うなら肺じゃない？まあだから何が言いたいかっつったら、今日は普段タバコ吸ってる俺がC社吸ってみてどう感じるのかっていうところと、普段タバコ吸ってないセージが俺を吸ってどう感じるのかっていうところを、もうリアルな感想をお伝えしたいなと思ってます。まあ初案件ってところでね、ごますりこびこびしたいところではあるんやけど、やっぱりそうするとさ、見てる人の信用を失っちゃうからさ、まあリアルな感想を伝えようと思うんで吸っていきたいと思うんですが、まず物を見せるか。今回提供いただいたのがこういうスティックタイプのこれエイティングバーっていうやつね。でこれが、うわっ、ちょっと待って、開けた瞬間からめちゃくちゃ匂いする。味からいくわ。ほんな、味がね、10種類あるらしくって、で、今回提供いただいたのが7種類選んでいいですよってことやったんで、7種類もらいました。それが、これね。ちょっと持ちきれへんな。あ、いける？あ、いいね、いいね。あ、OK です。あざす。まあ、この7種類。で、味がね、ミントアイス、コーラアイス、ダブルアップル、エナジードリンク、バニラアイス、ブルーベリー、モヒート、グレープフルーツ、コーヒー、ミントチョコレート。のうちミントチョコレートとモヒートとバニラアイス以外の7種類ですね。です。バニラアイスとモヒート とチョコミントは今回お試ししない形になるんやけど、それ以外の味は今回提供いただいたんで捨ていこうかなと思います。で、このエイティングバーの特徴、これがね、ノンニコチン、ノンタール、ノンカロリー、その3つ。だからタバコとはもう全然違うものになってる。で、味もエナジードリンクとかあるけど、まあもちろん煙やからさ、カロリーももちろんないし、まあ健康的なやつよね。ただ煙を吐きたいっていう人におすすめできるもんなんかな。第一印象はタバコやめたい人とかがすごい向いてる商品なんかなって思ってる、聞いた限りね。で、あと俺がやっぱ気になるところって、どんだけ吸い応えがあるかっていうところ。喫煙者目線で言うと、どんだけ吸った時に満足感が得られるかっていうところがやっぱちょっと気になるな。あと1本あたり1000回吸引できるらしい。1000回ってタバコ何箱分なんやろ、想像できへんけどさ、相当吸えそう。で、このパッケージが1000回吸えるパターンのやつで、もう1個1800回吸える商品もあるらしくって、同じ C 社で。だからまあより多く吸いたい人とかは1800回の方買うたらいいと思う。で、今なんとなく適当に開けたけどさ、エナジードリンクもう吸っていいかな？もういいか？お願いします。まあちょっととりあえず吸ってみるわ。袋開けた状態で、こういうなんかシリコンのキャップが先端とケツの方についてて、もうこれを取ればもうすぐ吸える。あともう一個あったよな、激推しポイントが。そもそもキャップを取り外して吸えるだけなんで、充電カートリッジが交換不要と、あとは吸ってる間 LED ライトが点灯するらしい。そうなの？あと吸った後シリコンキャップで密閉するからリキッドの蒸発を防ぐっていう。あ、じゃあこれ置いとかなあかんってこと？そう、だからさっきから吸いもしないのに取り外してて、やってんなと思ってた。あー、なるほど。だから車乗る時だけとか、一本吸い切らん人はさ、
特定の場所でしか吸わへんとかっていう人は、こういう初期の状態に戻して保管しときゃ、その旋回をフルで楽しめるってことか。そうですね。まああとは吸い口にも特徴があるらしいですね、うん、ここね、はい、この吸い口、はい、他のやっぱ C 社のキャップだと、まあやや吸いづらい平坦なキャップなんですけど、元来のその C 社とかなり近い形で、うんうん、吸いやすい細く丸い形状になってると。でもまあそんなもんやんな、その最初に伝えといた方がいい情報って。そうですね、こんなもんやね。はい、じゃあいざ実食で、ちょっと吸ってみます。あー、はい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 、まずライトつきます。これに何の意味があるのかは、すいません、トランスペクトさん、僕には理解できなかったです。でも味は最初に思ったんが甘い、めちゃくちゃ甘い。まあ匂いからね。うん、うん、まあやっぱり吸い応えで言ったら、どうしてもやっぱ俺はタバコが好きやからさ、タバコと比較しちゃうとやっぱそれはまあもちろん衰えるっていうところはあるな。エナジードリンク味を俺は今吸ってんやけど、結構甘すすぎる。別に悪い意味で言ってないよ、好きな人は好きなんやろうけど、匂いとかもめちゃくちゃエナドリの匂いするし、レッドブルみたいな、俺からしたらちょっと甘いかなっていう感じ。ちょっとソムリエ的にさ、俺に合うやつ出してくれへん？コーヒーはクール感と爽やか強めのどっしり濃厚らしい。おわ、どっしり、あ、それなんか良さそうやな。じゃあコーヒーいきます。コーヒーいかしていただきます。パッケージもね、こんな感じで、やっぱそれぞれにそれぞれのパッケージがある、イメージしたような。ちょっとコーヒー行くわ。その前に先にセージ吸わした方がいいか。エナドリ、エナドリ、うん、俺は普段タバコで慣れてる人からしたらちょっと甘いかもなっていう。ただタバコをやめたいとか口が寂しい人とかは全然紛れるかもしれない、これで。で、非喫煙者がじゃあただ煙だけ吐いてカッコつけたいってなった時にこれがいけるのかどうかっていうところ、ちょっと吸ってみてもらっていいですか。じゃあ行きます。うん、飲んでるやん。まあでも甘いし爽やか。今気づいた俺、横で他の人が吸ってたらええ匂いする。誰かの近くで吸っててもそんな不快じゃないかも。この香りさえ選べば、うん、周りの人に迷惑がかかる。そう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 、それはなんかメリットかもな。今セージの口からええ匂いしたもん、うん、普段はないけど、うん、なんか含みがある。嫌な匂いもないだろ。俺口臭いな。すいません、ちょっと盛りました。どう、もう一回行ってみたら。じゃあもう一回吸います。うん、おお、タバコはあの逆にそう吸うと肺に入れた時拒絶反応で、あ、今入ろうとしたんだなってわかるけど、うんうんうん、こんなすんなりいくと俺は今肺に入れてんのかどうかわかんない。タバコの吸い方ってそもそもどうなってんすか。吸って離して、うん、もう一回吸い込むイメージ。おお、あ、吸えてる。吸えてるやん。あ、吸えるんだ。だからタバコを吸ってない人でも、まあ、最初こそなんかむせてたけど意外と吸える。あ、そうですね。あとはそのエナジードリンクっていう味も強いのかなと思いますけどね。あ、吸えた要因として。そうですね、まあそんなにこう重くない感じもあるんで、それで多分意外といけたのかもしれないですね、うんうん、次コーヒー、ちょっと俺が気になってる重めのやつね。これはええんちゃう。いただきます。あ、これええわ。俺これ好きやわ。鼻に抜ける感じも香ばしさを感じる。匂いはコーヒーなんや。でも甘みもあって、だから甘めのコーヒーって感じなんかな。あれはどうなんですか、吸ってる感じ。禁煙とかそういうのに適してるっちゃ適してるんですか。こっちのエナドリと比べて、まあ、若干こっちの方が吸ってる感はあるかもしれん。ほんま若干やけど、ちょっと一回吸ってみて。これもコーヒー、うん、誰かが吸ってるところちょっと嗅ぎたいから。じゃあいただきます。おお、どう、なんか違いある、重めみたいな感じる。まあでも確かに通る感じは、吸ってる感はこっちの方がやっぱりこうあるのかなと思います。うん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 、ベースみんなちょっと甘い感じがしますよね、うん、コーヒーはまあ俺もエナドリよりは好きですかね、こっちの。まあベース多分全部甘いんやけど、その中でも控えめと結構がっつり甘めみたいな違いはありそうやね、これは。ちなみにこのフレーバーはこの下の部分に、ここに書いてます、ここに。ち
ょっとグレープフルーツね、いきますわ。あ、分かった。普通や、これ。癖が全然ない。一番中間かも。コーヒーは重いのに対して、そっちの方は割と軽め。まあ確かにコーヒーに比べたら全然軽い。あと、鼻に抜ける感じがちょっと爽やかやな。柑橘系の香りがして。で、やっぱベースは甘いな。グレープフルーツでも甘いですね。あ、甘い。でもやっぱエナドリがガツンと甘かったな。めちゃくちゃ甘いと思うわ、多分。ちょっともう一回エナドリ行ってみるか、今。あれ、ブルーベリーあるんでしたっけ？ブルーベリーある。多分エナドリより甘いはず。甘い。マジ？それのさらに甘いのがバニラアイス。相当やな。相当甘いのが好きじゃないとむせるかもしれない。甘すぎて。確かにエナドリでさえ結構甘かったですからね。コーヒーもそうやけど、コーヒーとグレープフルーツはそんなにそもそもあんま匂いが強烈じゃない。それで言うと周りに不快感みたいなところは少なそう。エナドリはがっつりエナドリの匂いがする。あとまあグレープフルーツ確かに癖ないですね。やろ？だいぶ癖がないです。だから俺が普通って言ったの分かるやろ。なんかその中間というか。タバコでもあるじゃないですか。すごい爽やかな感じの。メンソールの？ああ、そうそうそう。うんうん。感覚としてはそんな感じなのかなと思っちゃいますけど、そうでもないですか？苦味がないというか。ああ、はい、はい。えぐみがないんで。引っかかる部分がないよね。そう。爽やかな喉越しといった方がいいんですか、まあ、それが結構ストレートに楽しめる。ほんますんなり入ってくるって感じ。全然吸える。非喫煙者なら。全然。何の苦もなく。本当気分だけでも楽しめると思う。やっぱ C 社ってさ、汁が目的やからさ、うん、そうですね。だからそういういい匂いの煙を吸って、煙をファーって吐くっていう行為で、うん、まったりリラックスするっていう、うん、点においてはそれはタバコよりいいんやろうな、うん、ちなみにセージ吸ってみたいやつとかある？まあブルーベリーはエナドリより甘くて重い。コーヒーよりは少し軽め。ブルーベリーは試してみたいかもしれないですね。ではブルーベリーいただきます。おお。お、そんななんか甘々しくないっていうか。あ、そう。エナドリのような甘さとはまた別の系統ですよね。フルーツ感って言ったんですかね。ブルーベリーの感じ出てます。このグレープフルーツと同じフルーツで比べたらブルーベリーの方が強いと思います。これは好きですね。コーヒーと同じぐらい。ちょっと いただいてどうぞ。確かにブルーベリーの味結構強いね。甘いけどそんな嫌な甘さじゃないっていうか。確かに。あ、俺あんま甘いの得意じゃないわ。でもフルーティー、相当これブルーベリーの味強いと思う。だから確かにグレープフルーツとブルーベリー比べた時により濃い味を望むのであればブルーベリーとかの方がいいんかもしれない。あんまりこの動画でね一気に吸いすぎてももったいないんで、ちょっとあとはぼちぼち楽しもうかなと思うんですけど、今回吸ったのがエナドリとコーヒーとグレープフルーツとブルーベリーの4本今回は吸ってみました。俺がいっちゃん好きやったのはコーヒー。これが一番なんか香ばしいフレーバーが、まあ俺がコーヒー好きやっていうのもあるんやろうけど、タバコにちょっと近しいというか通ずるものを感じたかなと思います。で、甘いのが好きな人はもうこのエナドリめちゃくちゃいいと思う。で、周りにもいい匂いを届けられるから、これおすすめかなと思います。で、グレープフルーツとブルーベリーに関しては爽やかな感じで、で、ブルーベリーはタバコのあのカプセルの味でもよくあるからさ、ブルーベリーのカプセルのタバコを吸ってる人で、もしタバコをやめたいってなった時にこいつ一発挟んどくと、そこまでストレスを感じずに禁煙トライできるかもしんない。で、グレープフルーツはもうほんま爽やかって感じやから、そもそも喫煙者じゃない人がチルのためにちょっと始めてみたいとかっていう時にもしかしたらいいかもしんない。これは入りやすいかもっていうのがまとめた感じです、俺の感想。こんな感じだよね。そうっすね。で、まあこれサイトで購入するときに価格が1本あたり990円、この1000回バージョンのやつで990円で今、販売されてます。安いんでね、お試しで、多分ドンキとかにも売ってんのかな。まあサイトで買ってもらってもいいし、アマゾンとかでも売ってたんで、まあ行ってみてほしいですね。しかも今からめちゃくちゃ重要なこと言う。冒頭でも言ったけど、これって案件動画なんよ。で、案件でよくあるのってさ、やっぱクーポン、このチャンネルで紹介されたから買いましたっていう購入特典みたいなのがやっぱり案件のよくあるパターン。
で、例外なく今回私たちこのシリングアウトのチャンネルでもなんとクーポンコードを発行させていただきました。ありがとうございます。こんな400名ちょいのチャンネルでもクーポンコード発行いただけました。なので購入するときに今から言うワードをクーポンコード入力欄が多分あると思うんで、そこに入れてもらえるとなんと 30% オフで今回購入いただくことが可能です。重要なクーポンコードなんですが、チリングアウトってコード入力してもらえると 30% オフで購入できます。で、期間が決まってるんですけど、2週間限定で 30% オフで買えるチャンスです。なんでこれを機会にちょっとこういうチルできるもの、吸ったことないけどこういうの試してみたいなって思ってた人とか、ものは試しなんでちょっと一回行ってみてほしい。このチャンネルを見てくれてる人、俺の顔を立てると思って、この発案権を祝してみんな一回は買って、マスト一本で買ってほしい。で、コメント欄をその感想で埋め尽くしてほしい。ぜひぜひお願いします。発案件動画やから拙い部分もあったかもしれへんけど、まあこんな感じでレビュー動画とさせていただければと思います。何回も言うけどマジで頼むから1本でもいいから買って。これだけはほんまに切に願う。試してみてほしい。以上です。まあ今後もね、いろんな動画上げていってチャンネルの規模を大きくして、本来の目的である永久期間みたいなところを作っていくんですが、案件もね、やっぱこなしていかないといけないんで、そのためにはみんなで頑張っていきましょう。チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、ほなまた。